ちょうど5月5日は子供の日だったので、まあ、この流れで今日は家族について、また子育てについて、夫婦について話したいです。 聖書の中から本当に家庭や夫婦、子育て、そういうものを学ぶことは素晴らしいことです。だから今日こういうタイトルでお話したいです。「主に使える家庭づくり」。神様に、ね、使える家庭ってどうやって作っていくのだろうか いやいや先生、私はまだ結婚もしてないし、ね、これからどんな人と結婚するだろうか、とまだね、いやそう,いう考えてます。そそうううい人もるしょ 絵を描くときと同じで、どんな夫婦、どんな家庭、どんな子育てというビジョンがなければ絵が描けないですか。だからそういうイメージを持って、あこんな夫婦になったらいいな、こんな結婚できたらいいな、こんなまた。 えー、人生の中で家庭を築けたりいいなと聞いてほしいんです。春になって、ものすごい暖かくなって、僕はね、ベランダ、自分の庭のベランダをね、 このあえー、ずっと開かずの間だったので、それ開けたんです。<laughs> 去年,去年、ね自分で、自分の家では僕が庭の、ね、手入れをする係。バラを植えるのは僕の仕事です。そしてそれを楽しむのが妻の仕事です。<laughs> バラはいらないね僕の家には彼女がいるから <But S 2> もういいでしょう。She <likes> that. そ<れ>なっそ庭を、ね、見たら、ね、僕のイメージはすごくいろんな僕が植えたものがきれいに、ね、整っていると思った gonna be flowers. The gonna be beautiful. そしたら見てびっくり

野菜作りとか、弟子作りとか、また料理好きだったら料理ね、お菓子作りって言うでしょ。In, uh, Japanese, ねえ、それ、自然にはならないです。And, The thing about making things is that it doesn't happen by itself. It would be so nice if just roses would just bloom by themselves. No, you know, do nothing and, and there could be tulips everywhere, like at Nabana no Sato, I haven't gotten any uh, money for advertising for them, but. You know, wouldn't it be nice he just plant it once and the flower just keeps blooming forever but I think that it, the same principle applies in making a good household that mothers and fathers always you know have to be watching out for their children you know, I, I also was a really uh, had a lot, a lot of parenting you know wouldn't it be nice if I could just correct once my child they've corrected forever but it happens every day couples the same way you know, wouldn't it be so nice if you go on a date and that it's the same feeling of love continues forever Soじゃない? right it would be easy でも毎回それを毎日していかなきゃいけない。だから家族とか夫婦とか良い友情関係っていうのはいつも手間がいるんです。 だから今日、聖書からいくつかのポイントでねと話していきたいです、えー。一箇所聖書のメインの見言葉を読みたいです。これは出エプトキです、ね。この前後をちょっと話したいです。皆さん、出エプト知ってますかそのイスラエルの人たちが聖書でね、 えー、エジプトに捕らえられて、そしてもう本当に礼拝に行けないという状況でした。モーセという人が選ばれて、実にお父さん的な働きをしたんです。ね、そしてみんなで神様に仕えて礼拝したい、でもその時の王様、パローっていうのが悪い王様だった。 And you know, in those days the the Pharaoh, the king of Egypt, was very mean to the people. He liked to separate people from the families, like to separate だからそこで神様はしるしを持って働いてそしてイスラエルの人たちを救いました。そこでいくつかのねもう奇跡を表して水が血に変わったりまたブヨが出たりカエルが発生したり10個10個のね この奇跡を表してイスラエルの人たちを救ったんです。でもモーセは神様のために神様のところに行く家族が一致するように本当に最後まで粘り強く戦いました。 And in the midst of this, God is working and with through Moses to bring his people out of this situation. And so I want you to have that background as we read this passage. Are you ready? 皆さんとこの神の言葉を読みたいです。<'ll> モーセとアロンはパロのところに連れ戻されパロは彼らに言った。行け、お前たちの神、主に使えるが、一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も、羊の群れも、牛の群れも、一緒に連れて行きます。神様のところに行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私はお前たちとお前たちの 幼子たちに行かせるぐらいなら主がお前たちと共にあるようにとでも言おう、見よ、悪意はお前たちの顔に現れてるよっぽど悪い顔してたんだよね、そしてそうはいかない、少年だけ行って、だけ主に使いなさい、それがお前たちの求めているところだ、要するに男たちだけ行ってお、まあ、もうちょっと悪い言い方したら、おっさんだけ行きなさいと、お父さんだけ礼拝してきて、帰ってきたらいいもう操縦にしなさいという風に言った、その時です。 えー、彼,彼が言った言葉です。出馬武器の飛びましょう。10章の26節。私は家畜もすごいね。家畜も一緒に連れて行きます。馬のひずめ一つも残しません。私たちは私たちの神主に使えるために、その中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまで、どれを取っても主に使えなければならないのです。と言ったんです。あめ Here's what it says: Exodus chapter 10. And it, Moses and Aaron went back to Pharaoh. Go worship your, the Lord your God, he said, but tell me who will be going. Moses answered, We will go with our young and with our old, with our sons and daughters, with our flocks and our herds, because we're to celebrate a festival to the Lord. Pharaoh said, The Lord be with you if I let you go, along with your women and children. Clearly, you are bent on evil. No, have only the men go and worship the Lord, since that's what you've been asking you for. Just kind of jump down, verse 26. Our livestock, too, even the livestock, must go with us. Not a hoof is to be left behind. 今日は4つのことを話したい。まず1つ目これです。家庭の真ん中に、まあ、夫婦でもいいでしょう。友達との真ん中にでもいいでしょう。父なる神の愛があるということが良い家庭づくりなので、今日は4つのことです。 そして、家庭を愛したんです。ね、ここに、いつも私たちが思う,思うことがあります。家庭の真ん中が、ね、何,に何があるか。夫婦の真ん中に何があるか。私たちが気づがうとこれから、ね。らこうとする結婚やね家庭に何が真ん中に 必要だろうか第一コリントの13章、13節にこういう言葉があります。有名な聖書の言葉です。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ね、私たちが、ね、一番にするもの神様の愛だ。

You call out to Adam Hey Dad! Yeah, Dad, Dad, Dad. 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 And maybe they call hey father. You know. How do you call your father? Maybe you say Oyaji sorry Father, Papa, Dad, Daddy. I do Dad. <笑><笑> Dad. そいよ今日からッっで呼べ、ね、多分無視されると思います。<laughs> ね、皆さんね、そうやって、アダムといえば、神様との関係は本当に親しい関係だった。でもヘビが、えー、その関係を壊しました。ヘビは悪魔の象徴です。神様というのは怖く、もう本当にあなたを妬んでるんだ。 That you know the, the devil came in, and he was jealous of God, and so he confused the man and we are the uh, descendants all descended from Adam but God sent loved us, and he sent his son Jesus. もうちょっと言いましょう。もう一度私たちが神様の変わらない無条件の愛を知るためです。ですだから、イエス・キリストは10時間以って死んでくれたほどあなたを愛していることを分かるとき。あなたは愛の。 本質を知るんです。あなたのために傷ついて葬られ、もう本当に痛みを去ってくれたイエス様のことを分かるとき、私たちは愛があ、こういうものなんだなって理解できるの。この中に本当に自分の家庭ね。 立派な家庭で生まれてないという方がいるかもしれない。 自分の父さんお母さん本当にねなんていうかな完璧じゃなかった。ね、そういうようなところを通っていうとしてもあなたは良い結婚った。ることができまはあなたは良い家うか完璧じゃなかったは、ね。自分のお母素晴はしい子育てをしっかりできるようになりますここででシングルでお母さんだけ一人で育て,て いたとしても神の父の父愛ががあれば子供たちにちにゃんとしつけができるようになるす、ね、よしさんという方がね、エリアのお父さんですけど、さっきあの結婚、自分の息子の、ね、結婚式のね、<laughs> あの、インバイトをくれました。あ、ちょっと待って、あ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 、s あ、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 I あ、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 t h あ、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  Oh, and Elliot's older brother is going to get married and he, when he grew up uh, after he became much older found out that when he was young uh, Yoshi was raised actually by people that weren't his real parents he was adopted 本当に落ち込みました。だって自分がお父さんになってて、ね、それで自分の両親がそうじゃない、そのようなところを通る中で。 And when he didn't know, he thought, I, I was just adopted. Where's my real father? Where's my the real father's love? He met with the love of God. That God, heaven, the Heavenly Father, never abandons us. <laughs> that, at that time, you know, he already had four children of his own. でも天の父さんを見上げて彼が本当にそこに信仰に立った。<music> ね、そのように本当に今神様に持ちられてます <music>。感動します。それは父の神の力です。父の愛の力です。今日皆さん、ね、クリスチャンダロクリスチャンでなかろうが誰でも天の神様の愛が必要なん。 それは必要です。私は愛してくださいと言えば神様はわかります。だから夫婦の間でも自分たちが、ね、何が中心かをいつも考えてほしいんです。家庭の真ん中は誰なのかねあなたですか

だから僕たち結婚する時も結婚式のその後のホテルの中でねそれでね神様お互いに意見が違ったら聖書に近い方を採用しますという。 And uh, when me and my wife we got married, uh, not like that that evening we were at the hotel, we made a we made a decision to make the golden rule of our household. Whoever if we have a difference of opinion, whoever is closer to the Bible, uh, their opinion will be right. You know, sometimes as couples we have different opinions about things. So. Yes, we have them, yeah. <laughs>

A little bit difficult, right? 真理は必要です。Yes, でも神の愛が軸足です。でも愛が中心なら真理が生かされ、希望が生かされ、また将来が生かされていきます。あなたの真ん中、夫婦の真ん中、家庭の真ん中、あなたが気づきたい人生の真ん中に。 神様はいますか。か二つ目これです。主こに使える家庭づくり、どんな家族になりたいか。港のようにありのまま帰り、帰られ、元気に外へ出ていく家族。このイメージいいでしょう。港のように。ブー,ブー,ブー,ーちょっとやってみ。<laughs> ふ船,船の。 大きな客船が帰ってきました。g boat comes into the port. 長い航海に行ったり、短い航海に行って、燃料が切れたり、また、ね、マストが、ね、壊れたり、いろんな足りないところが出てきます。食料も足りません。船って ね修理してこいって港の人は言わないよね。<laughs> ね燃料ここで入れます。ここで直します。ここで元気づけます。皆さん、家族ってそうありたいね。もちろん完璧ないです。でも、教会もそうでありたいね。 You know, There's no perfect place, but we want also the the church to be like a home like that. That people come home to church. That they're encouraged. That they're strengthened. That they're filled with the Spirit. That sometimes corrected. Sometimes we need that. And so I often would say, Aaron! 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 Aaron.

クリスの家族のために、いつも祈ってください。<You> know, さ毎日、めぐみさん夫婦のために僕も祈ってください。レマちゃんと最高記録を次作れるように。そのように、お互い、家族同士、教会同士、祈り合うんです。To 家族の中で ぜひ知ってほしい、それは神の恵みです。第2コリントの12章9節主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ In 2 Corinthians 12, it says, He said to me, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I boast all more gladly about my weaknesses, so Christ's power may rest on me. If we experience grace, it helps us to forgive and to be forgiven. In the Bible, it talks about the Holy Spirit. 聖霊は皆さん「ペルソナ」といって神様というのは人格があるんですよ。 私と同じように好みがあるんです。ええと思わないで。神様には好みがあります。神様は、ね、喜ぶところ、感謝するところ、祈るところ、信仰を持つところ、そこに吹いてくださるんです。大川先生という日本で一番大きな教会の先生がこう言ってらっしゃいました。 Uh, at the conference I was at recently uh, Pastor Okawa he's the pastor of the largest church in Japan shared, shared this the person that was always, always being judging this person came and was always saying about what was wrong with the church and here's something that's bad and the person's uh, god just stopped working in that person's life そういう教会じゃなくて許し合える教会になりましょう。A, a like、that, 先生がこう言ったんですよね。本質以外のことでは寛容でいなさい。家庭もそうじゃない、夫婦もそうじゃない。本質というのはまあ譲れないことにおいて、 は譲れないけどその本質じゃないことでは寛容になりなさい。Be kind to one another. 夫婦でも友達関係でもそうです。ね ね、本質以外のことペプシがいいかコーラがいいか。アメリカンイーグルががいいいいいいかかギャップ本本質うううのは本当にどういう、ね、価値観で 大事な、ね、価値観ですけど子供が5人欲しいか1人欲しいか本質でしょ ?1 人欲しいかじゃないでね。What, what, Household you're going to have is a core thing. But aren't there so many things where we make a big fuss out of things that aren't really core things? Amen. Right? Making a big fuss about those other things, Everybody? So if, it, if it's not a core value or something, then, then let's be kind to one another. Sochi. More one. Next thing is being uh, consistent in a discipline. This is also about a core thing, a core thing. 言わなななければならないカップルでも言わなければならない時があるよね,ね。本当にお互いに向かい合わなきゃいけない時があります。子育てもそうです。ある向かい合わなきゃいけない時があります。最近あんまりないけどね、数年前よく彼の部屋に行きました。 Recently, there's not very much, but a couple of years ago, I would go to his room. As a father, like, I don't really want to go and, and do that kind of thing. And you know, as a, uh, friends too, like, no. you, you just want to say the right words. But there's times where you need to express your true feelings. So, yeah, my, my, to my wife, yeah. ね、その話します you know, 向かい合います。そして皆さん、そのような価値観は、教会と家で同じであってください。僕がね、またにおろくじは書いてるけど、神様愛して、神様のために、神様一番にしようねって言ってたとします。言ってます。言ってます。<laughs> <laughs> 言ってます。Like, 言,っ言ってます。Let s, let s God loves you, and, and he loves you. And then Sunday I go home, we're having dinner. And if at home I say, the most important thing is that you get into Tokyo University. <laughs> <laughs> that's number one thing. If that's what, I, like I was switched from one to the other, my children would be really confused. 何? なるんです皆さん大事なのは家と家庭ね私たちが一つとなって同じことに向かっていくということです。ね、だから 一貫性が大事なんです。でも大丈夫です。聖書の言葉があるから。私たちは神の言葉に一致していくことができる。ね、マタイの六章三十三節、神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればすべてのことが与えられますそ。そして家族の中でね、許しを受け取れるように。 夫婦の間で許し合えるように。大地をはねる一生旧説、罪を言い表すなら神様正しい方です。その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。 In first John one nine it says if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all righteousness. Amen. If we believe in Jesus, our sin is forgiven. All the old has passed away, everything has become new. And this is what we need in our relationships. That the old thing and go on to the new thing. So we say to each other,

But we look at the future

ハレルナイアわあ、僕の家庭どんどん,どんどん救われていくんです。で、ね、その東京の集会にね、僕の父親がもう来たんですよ。サプライズで。そしたら、義理の妹の両親はね、洗礼を受けたばっかりでね、 お父さんもね、イエス様信じましょうって言って、すごい大体になったの。びっくりした kind of there, so,、uh,。そして手伝いで、もう次、宣伝の日を決めましょうみたいな。僕、すごい、すご <My dad. S 1> い<や>。もうとやれ、もうとやれ、もうとやれ。<あ> <laughs> で僕ねこう今日がそうだと思ってメッセージね父親にね,ね今日の日だと思ってねもうメッセージイエス様の福音語りましたもう父親の方を見て私の愛が必要だよ神様の愛が必要だよ You need the love of God You need it You need it Because I thought it's today And I look, my dad is a half asleep. You know? uh, not today. Uh, <laughs> 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 but I want to encourage you. The day is going to come. Because I continue to say, as for me in my house, yes, your parents will be saved. Uh, today, uh, salvation could come to your family. 妻ね子供たちの家族は、私の家族私の家族は、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 私の家私の家族は、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 私の家族私と私の家族は、主に使います、ね、この家族は、私の私の家族は主に使います、の家族は、私,私の家族は主に使います、私の家私の私の家族は、私私の家族は、 and my house and my house we will serve the Lord we are serve、so、my own Amen Amen ちょっと言えなかったけど Amen <laughs> 皆さん私と私の家族は信じそのような素晴らしいクリスチャンホームビジョンにしてほしいんです I want us to have the vision of a good Christian home 今日結婚しようとか付き合ってる人いたらね本当まず神の愛が中心に来るように本当に祈ってほしい Maybe you're moving towards、marriage. maybe you're looking for Uh, a partner, but just pray that God is going to cause your household to be what? The, the, the love of God can guide you and lead you. Let's skip down. Third point. A happy family. Let's skip down. Third point. Happy Word would be fill your house. That there's always be encouragement in like From when my kids were little until now, there's something that I always say to them. Jesus loves you. Jesus loves you. you go out, go with God.

Amen. Deuteronomy 12:7 says, There in the presence of the Lord your God, you and your family shall eat and shall rejoice in everything you put your hand to because the Lord your God has blessed you. You know, this, we need to rejoice, to, to just laugh. 皆さん、若いしますか家族で、ね、友達同士で、友達同士で、友達同士で、いじり合ってで、<laughs> いろんなスタイルがあるかもしれないけど、<laughs> でもいつも、笑いと涙がそこにあるように。だからこれ、ちょっとキーです。大切な鍵です。これ、ちょっとキーです。大切な鍵です。子供を持っている方いたら、まあ、夫婦関係もそうです。子供の前や公でね、

そして妻もそうだと信じてます。ここは信じてます。I believe, I ある時、教会がいろいろいろしている時にね、娘がまだちっちゃい幼稚園ぐらいだと思うんですけど。 Daughter was uh, maybe in kindergarten. You know, and there's all kinds of people come to the And you know, you're all really great people, but it hasn't always been that way. So and there was a time that we really had a trouble. なんでこうなんだろう?なんでこうなんだろう? And so, like me and my wife, we could talk why is that person like this, or how is this person like that

聞いてル。キイテル。キ r テル。キ s テル。キイテル。t イテル。もっとカミサマキイテル。もっとカミサマキイテル。は好むところに含んです。セんです。私たちもそうじゃない。あなたが人のありずっと言ってたら、あなたのところに人は来なくなるよね。You know, people, people 神様もそうなんだよ

でもあります、それは知恵を使って1対1で話すんです。<め>あなたの口とあなたの、ね、手と全ては神の影響を表すために神さんを与えてるので、あ<め>なたの口とあなたの手と全ては神の影響を表すために神さんを与えているので、あなたの手とあなたの手を与えているので、あなたのを与えているので、あなたの手与えているのなたの手を与えていなたの手を与えていでください、くなさのえいるので、あなたているで、あなたているので、あなたのているてるんじゃない あなたのお父さんとしてそれならあなたはそのネガティブをあなたが狩り取るからですだから皆さん神様にいつも悔い改めて私そういう時ありますでも神様ごめんなさいあの人の良いところを見つけますって言って 神様に向かってください。ここて、ね、ねいろんな婦人たちの、ね、悪口がずっとあった箇所があったんですがパウロはこう言いました彼らの口を封じるべべききです彼らは恥ずべき理のために教えてならないことを教え数々の家庭を破壊してしてまっている。 Titus, talk, this talks about a church where there was a lot of gossip, and it was it was bringing things down. It says uh, you must silence those people because they're disrupting whole households by teaching things they ought not to teach. Amen. God loves houses. He loves couples. I think it's really important. And God wants to bless And so I hope that on the other side praise and thankfulness will be overflowing from us to other people. That good words would overflow to people. この最初三たち子供たちを怒らせない彼らを気をちさせないためです。そして最後です。これも最後です時間が来ています。<族>最後のポイント。あなた家族みんなが成長しその家族や夫婦に、神の国のビジョンがあることです。のビジョンがあることです。 ね結婚します一瞬です結婚は。じゃじゃ子供が生まれます。じ,じ、ね、子供が20年もかかって生まれたらないです。じゃん生まれます。クリスチャンもそうです一ちに救われます。何のために 神の国のの国栄光のためです一人一人が成長するのを見るんです。皆さん、10年を考えたことある ?20 年後考えたことあるここにいっぱいなんか子供たちもいっぱいいると思います。たくさんの夫婦がいて。そしてそれぞれ神様の働きをして。そしてそれぞれ神様の働きをして。て。そしてそれぞれ神様の働きをして。本当に素晴らしいことです。 A great thing. このモーセがいろんな葛藤の中でこの言葉を言っ,て言ってるのを感動します。Just, uh, 10章9節ね。節。これ最後です。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちの主の祭りをするのですから。<Amen. S 2> アメン

ね、ひずも持って行きますということはね、ね、クリスにいるあのね、あのペットのアスランという猫のね、髪の毛まで持っていきますっいうんです。<laughs> モーセは、ってすごいね。That's how m o s e What's our What's our relationship with God? We want to have, uh, make homes that are blessed by God. This is really what I want to spend my life on. Because there's 日本で多くの家庭が壊れているから、so、あなたの家庭もそういうとことが通ったかもしれない。<And S 2> 僕の家庭もそうです。両親がいつもそうです。私の家庭が飛うです。僕の家庭どうやるんだろう婚ができるんだろうか I decided, I でも神様。 ね「今日神様はあなたに言います」「今日神様い今日神様に言いま神様に言います」「素晴らしにい結婚家庭づくりのビジョンに進んでください神様の福音ます」「今日神様はあなたをここに言います」「今日神様に言います」「今日に言います」「今日様に言います」「今様に言います」「今日神様に言います」「今日イエス様を信じてほしい、ね、どうぞ立ち上がっいください 今日、目を閉じてもう終わりですあと祈りましょう今日皆さん、目を閉じてくれますかもうこの話終わります。でも、一番大事です。です<と>あなたは本当にその神様の愛が家庭の真ん中に来てほしいと願っているでしょうか、ね 神様の本当に良い言葉であなたの人生はあふれてますか今日、聖霊があなたの心に来てくれます。聖霊は本当に喜び合い、寛容慈合い、善意忠実そのような方です。ここにいる全ての人にいたい。 神の愛が必要です。聖霊の愛に来てもらってほしい。私は悪い言葉がいっぱいだった。人を責めていた。でも、イエス様が私を許してくれて。どうぞ私変えてくださいという人。 どうぞ夫婦や家庭や子育て全ての関係の中に聖霊の本当に愛が届いてほしいという人を今手を挙げて教えてくれますか、はい、今日神様からそれを受け取ってほしい手を下してください今日神様私は励ましの御言葉でいっぱいにしてくださいという人を手を挙げて教えてくださいはい

神様の本当にビジョン。家庭ーズクのビジョン。マテーズクリのビジョン。それが欲しいって言手てあげて。ありがとう今日今、神様、働いてください。ここにいるあなたの息子、娘、私たちはあなたの民です。We here are your people, Lord。どうぞ素晴らしいあなたに喜ばれる本当に夫婦や家庭。 作りができるようぞ、お互い、いつも許して愛し合えるように。あなたの言葉を真ん中に置けるようにお願いします。今日、さばいてたことを許してください。 いつもあなたの許しがいつもありますように。新しいカップルが生まれますように祈ります。よいお父さん、お母さんにあなたが成長させてください。しつけするときに忍耐と愛がいりますけど、その忍耐と愛ください。 イエスの名によって。ありがとうございます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 。 Jesus loves you. 過去は関係ない Look, 彼はそのために苦しみもがき十字架にかかったんです愛を教えるため。め 今日私は愛が知りたい、イエス様を心に迎えたいと一緒、今手を挙げて教えてくれる。はい、将来、素晴らしい結婚、素晴らしい家庭、結婚。神様の愛が必要だと一緒、今手を挙げて教えてください。はい、ありがとう。はい、ありがとう。あなたどうですか。神様の愛が必要だ。 いもう一度、エス様に戻りたいという人。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。お祈りします。イエス様今、心を開きます。私の心に来てください。私の罪を許してください。よみがえった希望を与えてください。 エイエンの命を与えてください。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 エイエンの命を与してくだはい。イエス様、私を愛してくれてありがとう。